SD-KFZ-232 は、1936から43年9月までに、およそ150両が生産された8輪重装甲無線車である。ドイツ語では、シュワー・パンザー・ファイク・ワガン SD-KFZ-232 と表記される。当初は SD、SD-KFZ-234 と命名されていたが、暫定的な6輪重装甲車の正式番号を、 受け継ぐ形で変更された。後に SD-KFZ-234 の番号は新型の8輪重装甲車シリーズに与えられている。本社は重装甲偵察車 SD-KFZ-231 に中距離無線機風12を積載したものである。格子状のフレームアンテナが屋根のように覆いかぶさっているのが外見上の特徴である。 しかし、車体の形状はそのままに無線機を追加積載したため、狭い車内での操作性は良いとは言えなかった。またこれとは別に、式専用車両として、砲塔を撤去し、上部構造物を増設した SD-KFZ263 も並行して生産されている。SD KFZ231 同様に走行の強化された後期型があり、フレームアンテナは撤去されしているアンテナに変更されている。ありがとうございます。